それでは私、平下靖香が野口さくら選手にインタビューします。イエーイ。シーズン開幕に向けて今の調子はどうですか？ユナイテッドカップで負けてしまって、少しこのチームの雰囲気とかもあんまり良くなかったんですけど、自分自身もこの開幕に向けてまた一つ頑張ろうっていう感じで、いい感じに仕上がってきてます。はい、いい感じに仕上がってるそうです。キャッチコピーの We Rise にちなんで、今上がってきていること、一番目立ちたいこと、アピールしていきたいことは何ですか？バスケとは違うことになるんですけど、ネイルです。みんな結構してるので、ぜひ注目してみてください。してね、見てね。かわいいでしょう。私、平末に期待したいことがあれば教えてください。ズバリお笑いの方ですかね。チームを盛り上げてほしいなって思います。だそうです。コートでもオフコートでも頑張ります。最後にファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。いつもたくさんのご声援ありがとうございます。今シーズンもチーム一丸となって頑張りますので、応援よろしくお願いします。会場に来られない方はバスケットライブで見てね。イエーイ！